はい、大楽の窓です。今回の話題、岸田首相、入国禁止は受け入れられぬ。今回はこういったニュースから言及してまいりたいと思います。5月の4日の深夜でありましたね。ロシア政府は日本の岸田首相をはじめとする政府関係者、メディア関係者、大学教授など計63人を対象に入国禁止の措置を発表しました。これに対して岸田首相は、ロシアのウクライナ侵攻は明白な国際法違反、国際人道法違反、戦争犯罪だと、このように言いました。そしてさらにはですね、入国禁止の措置について、ロシア側が今般このような発表を行ったことは断じて受け入れることはできない、このようにね言ったわけでありますけれども、前半についてはですね、現状の日本の立場を明確に示したということで、これはこれでね良いとは思います。そしてもう一つですね、入国禁止について断じて受け入れることはできないということでありますけれども、まあ確かに国の一国の代表としてまずはこのように言うしかないのかもしれません。しかしながら、私の感想は、国内外に向けた外交上のメッセージとしてはもっと力強い言葉が欲しいと思うところでもあります。入国禁止に対して受け入れられないと言ってしまいますと、なんだ入国したかったのというね、こういう上げ足取り、そういう発言も出てくるのではないかと思いますからね。例えば高市早苗政調会長でありますが、ツイッターで招かれてもいかんわいと、このようにね、あえてざっくばらんに崩した発言をしております。確かに内閣総理大臣とはまた立場も違いますけれども、政権与党の要職に就く議員としてはこれもね一つの手ではないかと思います。ところがですね、これネット上では削除した方が良いとか、あるいは政治家として冷静になれとか、あるいはロシアに喧嘩を売るようなことをすべきではないなどなどですね、賛同に対しての比率は圧倒的に少ないものの、反対意見も多く散見しました。私は高市さんの熱烈な支持者というわけではありませんけれども、しかしながらそういった反対意見ですよね、今私がいくつか挙げたそういったものに対して私はちょっと笑ってしまうということもあります。あの意見をロシアが真に受けて、まさか本気で閣下するはずもありません。そんなに単純な相手であるならば、そもそも北方領土奪還だってこんなに苦労はしないわけです。あの高市さんの発言はあくまで保守層の国民感情を代弁し、そして共有したというものだと思います。さて、今回対象となった人たちでありますけれども、ロシア外務省のものはかなりですね、これ誤字もあったということで、まあアルファベット表記でありますけれどもね、だいぶ間違えているよということで、日本語に起こしたものを日本のメディアからちょっと見てみますと、首相、官房長官、外相と現内閣閣僚がずっとね最初の方は続きます。そして先ほど言及した高市早苗さん、そして佐藤正久さん、この辺もね当然出てくる、当然と言ったら怒られるかもしれませんけれども、出てくるものと思います。それから共産党の志位和夫さんは、これはね分かります、そのような発言を確かにしておりましたからね。ただ立憲民主党の森裕子さんというのも入っておりますけれども、これ何か言ったんでしたっけ、ちょっと私わかりませんけれども、どうしたんでしょうかね。それから青山繁晴さん、まあこの方も良い意味で当然入ってくるでしょうよと思います。ここでね、逆にロシアがリストに入れなかったら本当に失礼に当たるぐらいではないかと、青山さんに対してですけれどもね、うん、そのように私は思うほどでありますけれども。それからネット上の話題性ということといえば、沖縄北方特別委員会理事の今井絵理子さんということでありますよね。この方なんか最近直近でですね、こういう動画を上げている最中にもですね、なんか落馬をして大怪我を負ったなんてね、骨盤をなんか骨折してしまったなんてニュースも上がっておりましたけれども、まあね大変なことではあると思いますが、ただね、とはいえ過去のね、いろんなスキャンダルのことなんかもあったりですね、いろいろとまあ賛否のある方ではありますよね、日本の国内においては。それから筑波学院大教授の中村逸郎さんでありますね、
私は日本に住んでおりませんのでテレビを見ることはありませんけれども、この方はもう本当にね、今やネット上でもバンバがロシア関連の話題では出てきている人だと思います。私もよくね見ます。ご本人はね、なんでこれ入っちゃったのかな自分は、なんておっしゃっておりましたけれども、それ入るでしょうよと思いますよね。この方ちょっとお茶目でですね、おとぼけされているんでしょうかね。はい、まあそんなことはまあいいんですけれども、いずれにせよこの63人全員について言及するどころかね、このお名前を読み上げるだけでも大変でありますので、詳細は各メディアの公開情報をご参照いただければと思いますが、本来リストに入れようと思えば他にいくらでも入るものと思います。ただ私が本当に今回気になった部分は、逆に今回このリストに入っていない政治家議員、あるいは日頃政治的な発言をしているような著名な政治評論家であるとか言論人、活動家のような人たちですよね。本当はね、ここで私もじゃあ例えばなぜこの人は入らないのかなとか、あるいはこの人は当然入らないよねなんていうね、そんな人たちの名前を挙げながら言及したいところでもありますが、さすがにいろいろとね支障もありそうな感じもしますので、今回はやめておきます。ただ私は今回こうしてロシアがあえて名指しをした日本人リストを出してきたことで、彼らのその情報の把握の程度や思考の一端が見えた、そんな気もいたします。さてそれではこのニュースについてロシアのメディアはどう報じているのかということでありますけれども、当然真っ向から反対するようなそんな報道は見つかりませんで、当然ね肯定するものばかりでありました。中には中国の反応を引用しながら報じていたものもありましたけれども、ここではですね、第二次大戦で日本は中国に対する罪があるのだというようなね、言い回しをしながら、中国のネットではこんな声が上がっていると一生懸命紹介をしております。まあ、お仲間同士、お仲がよろしいようでというところでありますけれども、では中国の声ですよね。ロシアメディアはどんな中国の声を取り上げているのかということで、ここでご紹介いたしますけれども、まず一人目、なんと華麗に激しくジャップを罰したのでしょうというね、こんなね悪い言葉を使っておりますけれども、それから言い換えれば、もはや日本人は自分たちが懸命に主張してきた4つの島を自分たちのものとして見ることはないだろうということでね、まあこういう言い回しも、あちらの人たちはお仲間ですからね、当然ね一緒になってやるわけです。それからですね、ロシア人が何をしようと構わないが、日本の悪魔がいかに立場を失い苦しみもだえるのを見れるのは幸せだというね、こんなことを言っております。まあね、あちらの人たちはね、東アジアの諸国はね本当に変わりませんよね、言い草がね。それから日本人をロシアに誘い込み、そこで拘束しておく必要があったということで、これもお得意ですよね、あちらの界隈の人たち、人をねこう拘束するというやり方でありますけれども。それから日本人は4つの島を自分たちの領土だと言っているが、私は千島列島南部はロシアの主権を支持する、日本人の手に渡ることは許さないと、こんなことをね、なぜ中国に許さないと言われなければならないのかよく分かりませんけれども、まあ、こんなことをね言っております。やっぱりここもね共闘して一生懸命ねやっているわけですよね、あちらの国々は。それから主権国家の領土はたとえそれがどんなに小さなものでも不可侵だと、こんなことをねなんだか言っておりますけれども、何が不可侵なもんですかね。こちらこそ、日本こそロシアに対して不可侵だと言って返したいぐらいでありますけれども、この人は歴史をよく分かっていないようですね。それからこの制裁は日本の首相が欧州への外交旅行の最中に出されたものだが、この後ロシア上空を飛ぶことは許可されず迂回する必要があるというね、こんなことも言っております。まあ何をね言ってるんだかよく分かりませんけれども、まあ今ねちょうど出かけている最中でありましたからね、まあ今外遊という言葉はあんまりね使わないようにしているんでしょうか、どうなんでしょうか分かりませんが、
こんなことをね、中国のネットでは言っていたということであります。それからこれは外交上重大な出来事であり、岸田が辞任するか譲歩を示すまで日露関係は改善されないことを意味するなんていうね、こんなことをね言っておりますけれども、これはこっちのセリフでもあります。とにかく日本はロシアに対して何千億もの経済支援投資を行ってきたにもかかわらず、北方領土を返すぞ返すぞと言ってね、それが結局嘘だったわけですよね。返すの彼氏も言わないでずっと続いてきた。そうしているうちに今回ロシアがこういう行動に及んだ、この機にですね、日本もついに怒ったという形になっているわけでありますからね。はい、それからどんな気分だ、小日本人、ロシアに行けるものなら行ってみろと、こんなことも言っておりますけれども、行きませんと答えておきます。それから日本の軍国主義は何十年もの間中立を保っていたが、ロシア・ウクライナを機に正気をなくし目覚めたなと、こんなこともね言っております。それからもう一つですね、アメリカは秋田犬、これはね日本の犬種で日本を指すと、このようにね書いておりますけれども、要は日本人のことを秋田犬とここでは呼んでいるということですね。アメリカは秋田犬を飼い慣らしているが、そのカマセ犬が今ロシアに入国することもできず苛立たしいはずだと、こんなことをね言っております。あなたのコメントの方が苛立たしいよと、このようにね言い返したいところでありますけれども、まあ日本から海を隔てた近隣国はどこも似たり寄ったりのことを言いますよね。それから今度はロシア人の声もちょっとねここで少しだけ見かけましたので続けてまいります。今までずっと平和で普通に暮らしていたが、今ではもう将来の見通しも立たない、2年間の検疫と制限の生活から今度はこのありさまということでね、ずっとコロナ禍が続いてきた、これは全世界一緒ですけれどもね、こういうことが続いてきてやっとそろそろ終わるかなと思ったら今度ねこれだと言っております。それから全方位敵だらけ、世界22年間の平穏だったということでありますけれども、まあねこれもわからないではありませんよね。ただ自分たちはね何も感じてはいないのかもしれませんけれども、外ではクリミアもありましたからね、22年間何もしてないということではありません。まあただソ連崩壊からある程度自由な世界ね、自由な世界の自由主義社会を味わってきたロシアの人たちもこれでもう終わりなのかといった心境なのかもしれません。22年と言っておりますけれどもね、プーチンが2000年に大統領になって今日現在までもう今ね西暦2022年ですから22年ということですよね。2008年には一旦メドベージェフに、ね、なりましたけれども、それからまたプーチンがずっとねほぼもうこれ独裁状態の形で大統領を続けております。それから今の軍事作戦はウクライナ、それがどこの話で日本はどこにあるのか、日本人は明らかに混乱しているようだということでね、ウクライナの出来事になぜ日本人はロシアに対してねこのように制裁制裁とやってくるんだと、こういう意見であります。まあねそれもわからないではありませんけれども、それを言うなら北海道の領有権を主張してみたりですね、国後や択捉で軍事演習をバンバカ始めてみたり、対馬海峡にねこれ見ようがしに軍艦でね通ってみたりというような下品な真似はせず、北方領土をね返すなら速やかに返しなさいと、このようにねこちらからも言いたいところであります。それからウクライナの人のコメントもねありましたので、今回ね対比という意味でちょっと見てみますけれども、ポリワーノフの言葉が破壊され、日本で使われる単語がロシア人の思う通りではなく本来通りに綴られるのはいつになるのかということでありますが、これねちょっとね分かりづらいですけれども、ポリワーノフはかつて日本にも来日したことのある言語学者で、その後ねスターリンと揉めて衝突して投獄されたという人物でありますけれども、このコメントの意味ですよね。おそらく例えばですけれども、ウクライナの地名にキエフがあって、それをね日本ではキーウに直したということがありましたが、多分ですねそういった性質のことをこれね言っているのではないかと私は思います。はい、それからですね、日本が独立国家としてロシアに対し北方領土の権利を主張するのは素晴らしいことです。ロシアがウクライナに敗北した時こそ日本人にとっても歴史的なチャンスとなるでしょうということでね、まあこれ言ってることは間違いじゃありませんよね。
こうした混乱を得てですね、日本もね、北方領土を取り返すチャンス、これ2度目ですけれどもね、戦後でね、大きなもので言えば、まあ正確に言えば3度目だと言ってもいいかもしれませんけれどもね、一つ目はソ連が崩壊した時、そして二度目はですね、それこそバンバがね、日本も経済投資をして支援をして、プーチン、今のプーチンとですね、交渉をやっていたあの時期ですよね、あの時期に詰めきれなかったというのがね、一つのチャンスを逸したということであります。そして今度はね、今ですよね、これからどうなるかというところだと思います。まあということでですね、ウクライナはこれまでね、例えば真珠湾発言であるとか、昭和天皇のヒトラーと並べた動画もありました。それから各国からの支援に対するね、感謝動画に当初日本の名前がなかったよということで、それは外務省からも連絡がいったということもありました。ここでのコメントを見る限りは、彼らは日本の北方領土のこともちゃんと知っているようですからね。そう考えるとならば、あれは一体何だったのかなというところもあるわけですけれども、ちょっとね、逆に複雑になってきます。さて今回はですね、コメントとね、ずっと続いておりますけれども、ロシアが発表した日本に対する入国禁止のニュース、最後にこのニュースを見た、当然ですね、タイラクノマドですから、タイ人のコメントで締めたいと思います。まず一人目ですね、隣国に侵攻し民間人に危害を加えるような指導者がいる国に誰が行きたいと思うのかというね、こういう意見でありますけれども、欧米発信のいろんなニュースを見ておりますと、本当に個別にね、事例を見ていきますと、ここについてはどっちがやったんだとかやらないんだとかいう話もね、いろいろ私も見てはおります。ただですね、大落としてはそういうことはですね、よそ様のね、ちゃんとね、もっと情報発信の方がたくさんいらっしゃるので、そういう方にね、お任せして、大落としては日本がどうなりたいのかという視点からね、常にいろいろね、言及させていただいているというね、スタンスでやっておりますので、その辺はご了承いただきたいと思います。それから彼らは日本の首相がロシアに行きたいものと思ってたんじゃないと、こんな風にね、まあこういうツッコミは当然入りますよね。それから日本の首相だって行くのは嫌でしょうということでね、当然だと思います。なんかね、そういえばこれで思い出しましたけれども、かつて国会議員だった辻元さんですか、あの人がですね、安倍元首相に対してね、交渉に行ったらいいじゃないかと、ロシアにじゃんじゃんか行けというふうにね、これね、半分嫌味だと思うんですけども、嫌がらせのような感じで言っておりますけれどもね、あれもどうかしてると思いますけれどもね、あんなことやってて次の選挙ね、出るのか出ないのかよく知れませんけれども、受かるんでしょうかね。はい、それからダナをこねて意地悪をする子供みたいというね、こういう意見、まあこれね、入国禁止ということに対してですけれどもね、そんなことして何になるんだということだと思います。それから日本はロシアに用があるのだろうかということで、これに返信、天然資源ビジネスで投資をしていますということでね、この辺はタイの人たちも知っているわけです。それからでも今は時代遅れのギャング一家のようなところに行きたいと思う人などいませんということで、誰だって嫌ですよね、今ね、あそこに行けって言われても。はい、それからついに日本にも来ましたね、対抗策はあるのでしょうかというね、こういう意見がありますけれども、もう一人ですね、かつてロシアは日本に戦争で負けていますからねというね、こんな意見もありました。はい、ということでここまで今回もご視聴いただき誠にありがとうございます。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録のほど何卒よろしくお願い申し上げます。最後に対楽なりにですね、ちょっと言及させていただきたいと思いますけれども、大雑把、本当に大変大雑把で月並みな言い方にもなりますけれども、アメリカが世界の警察をやめますよと手を挙げたと同時に、日本はその役目をある部分、嫌が応でも担うことにはなりました。はい、ですから今回岸田首相が率先して、まあ率先しているかどうか分かりませんが、制裁制裁とやっているのもその一環だと受け止めればよく分かる話であります。今回入国禁止措置の直後に岸田首相はまたロシアへの追加制裁、これもね、早かったですけれども発表しちゃっておりますよね。資産凍結対象として140名の個人、それから銀行などを追加したということです。そしてハイテク部品の輸出禁止、これ逆にまだやってなかったのがびっくりなんですけれどもね、もう全面禁止でも良いぐらいだと思うんですが、
それから70のロシア軍関係団体への輸出禁止追加、こういうことをね発表しました。今回の各国のコメントを見ておりますと、例えば中国は相変わらずこの木に乗っかってですね、一緒になって日本バッシングしているよという感じですよね。そして中ロの関係がこうしたメディアの報じ方でもね、こういうコメントの取り上げ方でもよくわかるというものです。ロシアのネットの声の方でありますが、日本がどうとかという以前に、それこそね、今自分たちのこれからの暮らしがどうなるのかなと心配の声がね大きいようです。そしてウクライナでありますけれども、日本のニュースにちなんで北方領土に言及しておりましたが、やはり国を挙げて戦っているという意識からなのでしょうかね。はい、そんな感じがね伝わってくるというところもありました。それから最後のタイでありますけれども、中立国として冷静なコメント、実はこれがですね、勝つためという以前に負けないためにはものすごく重要だと私は思っておりまして、今しがた最後の、特に最後の2つですね、あのコメントなども私はかなり重く受け止めております。日本も喧嘩を売るのは良いんですけれども、勝つための裏付けが伴うのかということですよね。確かに日本はね、かつての日本はロシアに勝ったこともありますが、今後はどうなるかわからないということであります。もちろんですね、今ここで日本がロシアと戦争しましょうということではありません。ただこういうやり取りの中でも日本はね、間違いなく勝っていかなければならないというところであります。ウクライナに関してはアメリカを筆頭に日本、ヨーロッパというね、世界の先進国がどっと支援をしておりますので、このまま行けば今のところ間違いなく勝つと思います。なので言い方がちょっと悪いかもしれませんけれども、ウクライナとロシアについて歴史からね、例えばあるいは現状の裏話まで含めて、先ほども私ちょっと言及しましたけれどもね、欧米発信のニュースなどを見るといろんなことがね、また違ったことがわかるよと言いましたが、そういった中でどっちが良いんだ悪いんだという話はさておきまして、今日本は間違いなく勝ち馬に乗っている、これは間違いないと思います。あとは日本自身の問題でありますけれども、制裁も良いですが、その行動には倍以上のスピードと量で防衛準備に進まないと、伴わないと感覚として不安だということです。負ける喧嘩だけはしてほしくありません。これは事実がどうとかね、先ほど申し上げた通りですね、いう話以前に日本がどうなってほしいかという話を私はしております。経済力や平和憲法だけで世界を渡り合える時代はもう終わりました。この先は国民の声で押し上げる以外ありませんけれども、私はできると思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。